はい、先ほど構えて前足での上段の回し蹴りの練習をしました。組手の中でですね、奥足の攻撃もすごく重要ですが、前足での攻撃、ボクシングでも左のジャブ、右構えだったらジャブを有効に使って次の攻撃につなぎます。私もですね、大きい人間と対戦、またはどのようにしたら自分が有利に試合を進めることができるかと、その中で、研究した技が前足での前蹴りです。通常このままでの通常まっすぐでの前蹴り、この前蹴りも有効ですが、もっとロングディスタンス、本当に遠い前、身長高い選手と戦うときに近い前だと相手に、捕まってしまう遠い前からの攻撃、側頭横蹴り、これに中速にしました。上段間、回し蹴り、前蹴り、この中間での前足での前蹴り、前足での前蹴り、この前蹴りを左のジャブのように、ジャブのようにいつでも出せる稽古をしました。この技があることによって自分で自由に相手を動きを塞ぐこともできたし、相手の動きを止めることもできました。それでは実践的な稽古に行きたいと思います。構えて、この距離だと届かないが、側頭、そして中速にすることによって、そして軸足が変わります。ここでは届かない。届きます。上段回し蹴り、前蹴り、この中間の中段、ドーン、みぞおちへのジャブのような蹴りです。相手がこのまま来た時も前蹴り、奥足の下段、ドーン、蹴ってきてもドーン、こっちの下段、蹴ってきても前足、この前足の攻撃があることによって相手の体勢を崩すこともできる。そしてボデー延長とかになってきた時にボデートーントーントーンと蹴ることによって相手のスタミナを奪うこともできる。はい、構えて、このまま前蹴り、この場での前蹴りでもいいし、遠いところから飛び込んでもいいし、このままでトーン、まっとん蹴る、遠い前からドーン飛び込んでいく、この技を練習してください。続いてその技ができると、この技を先ほどのパンチもそうですけどフェイントにします。この技を捨てます。この技をボディすることによって相手の意識がこのボディに行きます。これを当てて蹴ってもいいし、このまま当てて蹴ってもいいし、当てずに蹴ってもいいです。このまま当てて上段、または当てずに上段、この技もあとまた先ほどのパンチにつないでもいいです。左の前蹴り、または上段、大事なことは同じフォームです。このままのフォームで中段、このままで上段、これをうまく使い分けることによってもっともっと組み手のバリエーションが広くなっていくし、この前、特に前足の攻撃をこれから練習してできるようになってくると、組み手がものすごい有利に運ぶことができます。続いては、足払い。最近ですね、試合でも使う選手が少なくなってきたんで、もう一度この
足払いをしてしっかりとピシッと決めたら有効、そしてもうきれいに形が決まった場合はですね、技あり、そのぐらいポイントの高い技でもあるんで、ぜひ練習してください。先ほど左の前蹴り、左の上段、変則、このやはりこの左の前足を使ってフェイントをして、そのまま飛び込んで足払いに入ります。フェイント上段、フェイント、これで相手が膝を上げてすね受けとかした場合、このままでは足払いできない。このままドーン、自分の全体重を乗っけてドーンと足を払っていきます。はい、実践的にやってみます。前蹴り、上段、下段でもいいです。でフェイント、上段、前蹴り、フェイント、このままフェイントした、そのまま入っていきます。これが中途半端にこのままでは絶対倒れない。自分のこの太ももに、相手の奥の太ももまで入っていく、こういうふうに入らない。よく、この足払いを教え、指導するんだけども、大勢の人がこのままここまでいいんだけど、こっから回り込んで倒そうとする。これだとなかなか倒れません。フェイントかけて全体重をぶつけていきます。全体重をドーンとぶつけて、その時に手がこっちはこう引っ掛ける、ここは振り切ります。We'll be right back.